はい、お願いしまーす。舞さんが予想した通りに全然違う。だいたい私の予想は外れるね。なかなかの映画でしたね。こういう内容までになってるとは思わなかったですね、うん、言ったらポストアポカリプスもしくはディストピア的な結構壮大なそういう話だったんで、まあ、正直序盤からちょっと面食らいましたね、うん、うわーってなったっていう、うん、びっくりした。何が起きてるってなったもん、うんね、これ2023年の映画なんですよ、うん、日本で見れるようになったのも2ヶ月前くらいのという映画になります。あと観客動員数は約380万人ぐらい。舞さんどうでした？どうしたらいい？これなんかもう難しくて何言ってるか自分で今のところ分かってへんねんけど大丈夫？もうあの難しいので自分だったらどうするかっていうのを考えるのはやめたんですけど。どうしたらいい？これまあ、この映画はね、すごい扱ってるテーマ自体がね、大きいし、ね、難しいしっていうところあるんですけど、ちなみに、まやさん、こういう系の映画は見たことありますか？ドラマでもいいし。あります。それもこういう、生きるか死ぬかのそういう話ですか？そうです、そうです、そうです。うん。そういう作品にね、つながるところあると思うんですけど、うん、こういうの見たら、やっぱり自分やったらどうするのかっていうのをめっちゃ考えるじゃないですか。うん、僕、そういうの考えるの大好きで、こういうのめっちゃ好きなんですけど、正直ね、こう、倫理的、そういうので考えたらやっぱりいろいろね変わると思うし、まあ、ただこう生き延びるためだけで考えたのもあるじゃないですか。そのねこのギャップを楽しむっていうかそういう映画だと思うんですけど、いやまずあの追い出す追い出さない、ああね、この時点ですごい迷いますね。どうする？あれ追い出す追い出さない問題。僕はもうこういうのめちゃめちゃ見てきたし、ディストピア映画もそうやし、ゾンビ映画もねこっち系に行ったりとかするテーマがあるんですよ。そういうので僕はもうすでに自分の価値観が決まってるんですよ。へえ、迷わなかったんだ。いっぱい見たから迷わなくなりました。僕はもう追い出すっていう、さっき言ってた倫理か生きるかの判断では、うん、僕完全に生きる派なんですよ。利他主義はもう捨てます。こうなったら完全に自己中で生き延びようっていうことに専念するっていう、うん、まあでも今回の映画のあれで言うと、投票する前にも事件が起きてるやん。放火であったりとか、刺したりね、うん、刺したりとかそういう事件があったから、もうそうなってきたら追い出さないと自分がやられるやろっていうのは思っちゃうから、白入れるかな。うわーなんか難しいけど、いいですよ。言いたくないやったら。あと私この番宣を見てって、この2人のパクソジュンさんとあの女の人がテレビに一緒に映ってるのを見てて、私恋愛ものやと思ってて勝手に全然違うと思ってそこちょっとびっくりしました。日本で番宣、あ、うん、SNS で2人が一緒に映ってるやつを見て、で私あ恋愛ものやるんやって思ってて、いやいや恋愛ものですよ。嘘やろ。2人の壮大な全然ドキドキせんかったけど。いろいろこの映画見てきて、災害系とかも見てきたけど、今回の映画はよりゾンビ映画に近い方やなって思いながら見てた。人と人との争いっていうところが主に描かれてたというか、そういう部分がなんかあれも見たやんか、マブリーが出た。そう、韓国の題名はファンヤ、あんや、うん、なんやけど、この映画なんか企画ものらしくて、なんかコンクリートユニバースっていうのが今展開されてるらしくて、その中にまさに今見た通りにそのファンヤもこの世界観らしい。だから俺も見ながら違和感あったけど、その事実知らなかったから分からなかった。まあ韓国で珍しいですねこういう企画ものは。なんかでもすごい実際に起こったらほんまにリアルなんやろな、こうなってしまうのもとか思いながら見てたけど、なんか私結構自分的には MBTI でいう F やと思ってたけど、うん、映画見すぎてかな、感情論を言うのを見てるとちょっとなんか何かなって思うようになってき始めてておっとどういう話かなこれは。こうなんかかき乱すだけの正義感って邪魔やなって思ってしまうというか正義感とかその倫理的な考え方ってめちゃくちゃ大事やと思うんよ、もちろん。
こういう状況にあったとしても、なんだろうな、代替案もないし、じゃあどうするみたいな、その先を何も考えてない自分勝手な正義感というかっていうのって、結構集団行動を乱してしまうんやなっていうのも思ったりしたり、より考えさせられたなって思いましたね。ミオ映画をいっぱい見る前からせやってて、やっぱり。いやでも言いたいことめちゃくちゃわかる、さっき見た通りにもうこういう系めちゃめちゃ見てきたから出てくるんよ。ほぼ必ず出てくる、こういう人たちが。なんかね、そこらへんでも入れないと映画が回らないんでしょうね。今回の映画で言うと、誰に感情移入できたかって言ったら、やっぱりパクソジュンさんが演じてた役が、まあでも一番感情移入はできたんかなって感じですね。一番簡単に言ったら一般市民みたいな、うんうん、感じの役やったね。僕も見ながら、まず韓国の映画でここまでめちゃめちゃしっかりとしたこのディストピア的な映画っていうのはあんまり見たことないんですよ。今までなかったわけじゃないんですけど、今まであったやつとは確実にこう一線を引くような、そういうまあクオリティだったし、その演技だったしで、すごく良かったです、そこは。でさっきから言った通りに、僕結構こっち系好きで、まあ、正直、まあ、この時点2023年の段階で作った映画なんで、今まであったいろんなディストピアの映画の要素はやっぱりあります。でもこのアパート、韓国ってやっぱりこうアパート結構イメージあるんですよ。そこを持ってきて韓国的なそういう要素を取り入れたこの作り方ができた映画なんで、いやそこもすごく感心しました。じゃああと俳優さんですけど、まあ、まずイ・ビョンさん、序盤にね言ってたミオが分かってしまった人っていうのはもうイ・ビョンさんでしたね、うん、最初の登場実は分からんくてマスクしてたよね。そうやな、うん、外した瞬間におーおーってなったけど、そして序盤に BH エンターテインメントみたいなところに入ってたんですけど、イ・ビョンさんのエンターテインメントの会社なんです、うん、そうそうそう、ビョンは BH、うん、なのでもうね、イ・ビョンさんもしっかり絡んで、多分制作のところからも絡んで作った映画って感じですね。いやもうイ・ビョンさん今までマジでいろんな役、いろんな演技見せてくれたんですけど、いやもうこれまた新たなイ・ビョンさんのすごい演技の、まあ、作品ですね。あとはあの奥さん、うん、あの奥さんも知ってます、ドラマで見ました。うん、何のドラマですか。ミは何が一番印象に残ってる。でも加速スキャンダル、そうやなかな一番は、まあ、うんちゃん TV で扱ってる映画であんまり今までなかったんですけど、まあ、でもまいさんもしっかり見たことあります。ほんまに一番最初に見たじゃないですか。あ、ほんまや、君の結婚式ですね。君の結婚式で、あ、そうだそうだ、今回ね、ミオが思ってた、そして僕も思ってた、いつもこういう系には出てくる。その役で、まあ、ポヨさんが出たっていう感じですね。まいさん、この話は分かりました。僕らがこういう映画にはこういう歌絶対出るよねって言ってたのがパッポヨンさんのことだったっていうのを分かってました。え、なんでなん。なんでなん。あとはね、もうパクソジュンさんがね、いや、うんちゃん TV 的にも久々、めちゃくちゃ久しぶりやね。おそらくミッドライトランナー以来かもしれん、まゆ、うん、さんで言ったらビューティーサイド以来ですね、うん、はい、そうですね。まゆさん、こういうパクソジュンさん見たことありますか。ないです。いつもそのキム秘書みたいな。あ、そう、かっこいいのしか見てなかったです。でも今回これ見て、こういうちょっと気弱というか、そういう役もめちゃくちゃすごいなって思いながら見ましたね。まあ、言って俺もやっぱりパクセロイのイメージが一番強いから、こういう姿はまあちょっと珍しいよね。逆にパクソジュンさんやったから、どっちに転ぶんやろうなってずっと思ってた。ちょっと正義感強いイメージがめちゃくちゃ強いから、パクセロイもそうやし、ミトライダーもそうやし、それで言うと途中でクデタとか起こせそうなね、そういう感じでも思えるよね。あとはあのウンパルにも出てたソヌのお母さん、ねえ、うん、名前はキムソニョンさん、うん、結構最近はね頻繁にもう見るようになりましたね、うん、ほんで出てきたらめっちゃ嬉しいし、うんうん、キムソニョンさんっていう感じで。いや今回キムソニョンさんもすごく大事な役じゃないですか、うん、今回このキムソニョンさんの演じ方もせやし、特にこの服装の感じからして、まあ、多分意図してると思うんですけど、スノーピアーさんに覚えてる、うん、スノーピアーさんに出てくる歯並び悪い変なメガネ
かけた国防長官みたいな女の人ってなんかあの人の服装とかその雰囲気にめちゃめちゃ似てて、あ、そうなんや、うん、それを連想させるような役回りで、うわ、面白かったですね。ミオ、また私はあとかくまってた男の人、おお、あの人は見たことありますね。すごい、うん、どこで買って、うん、難しいなすごくないYouTuber すごいもう一個の方はコクソンで、あー、日本語のね、そう、あーの人なんや、インパクトかもしれない、 YouTuber で覚えてるんだ、あーね、すごかったね、うん、あとはもうね903号室の女の子、おー、見てすぐ分かったよ、おー、チグムリ発狂の女の子ですね。じゃあこの映画で好きだったシーン、もしくは印象に残ってるシーン、やっぱ今この映画を見終わってパッて出てくるシーンは、なぜイ・ビョンホンさんがその人物になったのかっていうシーンとしてしてた時に、イ・ビョンホンさんが最終的に口の中に囲碁を詰めたじゃないですか。あの時のイ・ビョンホンさんの顔もう誰か分かんないぐらいニンソー変わってて何この人と思ったんですよ。本当にほんまに怖かったんですよ。ニンソーの変わった顔、二重人格なんちゃうかっていうぐらい顔が本当に変わってたので、いやーなんかすごいなって思ったのと、恐怖っていうのがあったので、あのシーンも今すごい鮮明に覚えてます。うん、いやもうやばかったっすね。光の当たり方とかもめっちゃうまかったというか、なんかもう眉毛とかが見えずに、ほんまに意図して人相変えてるんかなって思うぐらい違う人に見えたし、それを演じちゃってるイ・ビョンホンさんすごない、うん、多分漫画でこれ表現したらなんかこんなこんな顔やで頂点なってないね。あとは私がこの映画ですごいなって思ってたところなんですけど、マシーンとかではないんですけど、本当にパク・ボヨンさんもパク・ソジュンさんもイ・ビョンホンさんも本当に手入れがされてない肌になっていたというか、本当にその時を生きている人っていう肌質から演出されてたので、もうそこがもうよりリアルで、唇もめちゃカサカサだったんですよ。なんかそういうところに感動したというか、細部にこだわってんねんなって私は思ったので、いやーすごいなって思いました。僕も見ながらもうすごくリアルな世界作ってんなっていう感覚があったんで、めちゃめちゃ良かったですね。私が印象に残ったシーンは、結局この映画最後まで見て一番自分が自分やったらほんまにどうするやろうって改めて考えたシーンが、一番最初の親子が訪ねてきた時のシーン。多分あの時やったらもしかしたら私も迎え入れてるかもしれへんなって思うんやけど、最後まで見た時にもう一回その場所に立った時、それでもやっぱ入れるっていう選択肢を取るんかなとか思ったりするから、あのシーンはすごい一番考えましたね。いろいろほんまにあるんやけど、全部見た時にあそこが一番悩むというか、どうしてたんやろな自分はって思っちゃうシーンやなっていう感じで印象に残りましたね。これもうそのシーン見た瞬間からうわ始まったって確かに確かに、うわ大学け始まったわっていう、そこでさっき言った通りに僕はもういろいろ見て決めてるから、あもう入れん、絶対入れさせんってずっと思ってました。入れるんやったらそれほどの覚悟がいるなって改めて最後まで見たからこそより思ったかなって思いましたね。実際僕が見た他の映画ではこういう風に受け入れられた側が後になって乗っ取るんですよ。そういうのもね、もうめちゃめちゃ見たんで、もう最初からあとはすごい印象に残ったシーンが、最後の方に夫婦2人がアパートを出た後に傷つきながらこう2人で歩いてるやんか、うん、それを下の方から見てる男の人がついてくるというか、一緒にこう歩き始めるやんか同じ方向に。あれ見てもうハイエナみたいやなと思ってなんかね、あの大勢通った時はバーって逃げたりしてたけど、うん、弱ってるのを見て同じ方向について来てるっていう事実、私がパク・ボヨンさんの立場やったらめっちゃ怖いなと思って、やっぱちょっとその動物的な面が見えて、うん、あそこがすごいなんか印象に残りましたね。なるほどね。
その時のちょっとこうね自信の具合とか骨持ってたしね。そう。いやあの世界観になるとやっぱりこういうキャラの話とかはね出るよね。僕ですけどまず大前提で言いたいのは、まあ、舞さんもねさっき言った通りに美術メイクの面ですごく、まあ、ディテール良かったって言ったんですけど、僕今回これ見ながらすごいなと思ったのは CG の違和感がもうほぼゼロに近いなっていう風に思ったんですよ。今までこういう系の映画とかでいろんな方法があったんですよ。完全に真っ暗にするとかがもう本当に一部しか見せないとか、まあ、そういうのでこうやりくりしてたっていうのは見てきたんですけど、今回めちゃめちゃ引き絵とかで見せた時も違和感がすごくない方やったし、なんならもう最初から出てきた地震の表現とかもこのレベルはすごいレベルだなと思いながら見ました。確かにそれを全くなんか何のあれもなく見てたわね。その引っかかるところとか違和感っていうのがなかったんで、そして映画全体のクオリティの面とかの話で言うと CG も良かったんですけど、こういうディストピアの映画って結構こう過激描写をジャンジャン入れたりしてその状況の深刻さであったり切羽詰まってる感とかを、まあ、そういう表現で出すことが多いんですけど、今回案外ねそういう残酷描写がめっちゃ少なめで入れるとこだけちょいちょい入れてるっていうのが見て取れたんで、めっちゃ洗練された演出やなっていう風に感じました。そのねさっき言ってたイベヤマさんがヨンタンになりすますためのあの皇帝のシーン、イベヤマさんの顔を映してただけでこの描写とかは見せてなかったり、影やったもんね。そうそうそう、まあこれ以外にもいろいろあるんですけど、そういうのを全部なしにするっていうところがすごいなと思いました。あと印象に残ってるのはこのアパートの住民たちが外部者たちを追い出そうって決めて前に全部追い出した後にアパート側の人たちが武器を持って外に出てバリケード作って出ていけって言って、その後アラフェが起こったんですけど、上からもいろいろね投げたりしてこの人たちを追い出すっていうあのシーン、そしてそこでイベヤマさんがしっかり代表としてこう成り上がる成り立ってしまうあの瞬間のシーンも入ってたして、あのシーケンスもすごく印象に残りました。そしてもう最後ですけど皆が言ったんですけど、イベヤマさんがスピーチの後歌った歌がアパートだったっていうあの皮肉さ、あれは面白かったですね。じゃあこの映画でちょっと残念だった部分、私の残念だったシーンはないですね。すごく考えた映画だったので、まあ、正直ミオが言ったように子供を受け入れるかどうかっていうシーンからもやっぱり自分やったらどうするやろうって考えて、そっからもずっとこう問いかけばっかりあったじゃないですか。この映画自体が本当にたくさん考えてたら気づいたら終わってたっていうのもあるので、まあ、没頭したっていうのも含めて残念だった部分が見つからなかったですね。私の残念だった部分は正直大きくは全然なくて、いろいろ考えててもあいい選択したなみたいな思う部分は結構あるんよ。その災害が何やったんかとかも一切言語せえへんかったのもいい選択やったんやなって思う部分やったりとか、あここ残念やったなっていう大きい部分はないんやけど、ほんまに強いて言うなら、うん、最後に足刺された人がこうちょっとどっか行ってくるわみたいなこと言って招き入れたというか感じやったやんか。そのシーンを出すのであればもうちょっとその人が不満を持ってるシーンはもうちょっと欲しかったかなっていうのはちょっとあったかな。さすがにご飯とか食べれてるし少ないけどねもちろん、うんうん、でもそのアパートで安全は確保できている状態でそれぐらいの選択肢をしたのであればもうちょっとなんか理由付けというか言い合いというかあっても悪くはなかったんじゃないかなぐらいですね。じゃなければ別にあの人が招き入れるっていうのなくてもよかったかなっていうのも、もう場所なんかみんなに知られてるし、いつかあり得る出来事というか標的にはなるやんあのアパートって、うん、招き入れんでもいけてたんじゃないみたいなとかも思うから、うん、そのシーンに関してちょっとうーんっていう感じかな。
でももうほんまにそんな別にいいよ。いやいや面白いよ。僕ですけどさっきねミオが言ってたし僕もね思ってた要素ではあるんですけど、こういう映画にはねこのバッポムさんみたいなキャラクターがねやっぱり出てくるんですよね。もちろん映画を回すためにはいるし理解もしてるし面白い予想になってると思うんですけど、今回この映画に関してはこの映画が最終的に言いたい話っていうのはバックヨーさんがずっと今まで言い続けたみんなで助け合ったら乗り越えれるんじゃないっていうのが最後のそのエンディングのシーンでビジュアルとしてね見せられたわけじゃないですか。ということはこの映画が言いたいのはこのバックヨーさんみたいにみんなで助け合いましょうねっていうのを言いたかったと思うんですよ。であればもっと映画の途中でもそういうのを入れてった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。すごくこの最後だけなんかちょっと突拍子ないなと思ってしまいました。でこのパクペヨンさんのセリフでアパートの人たちってどんな人でしたって言われた時に普通の人でしたって言ったじゃないですか。その言葉ってすごく意味のある言葉だと思うんですけど、つまりこの人が思った普通の人たちってあの感じじゃないですか。じゃあ助け合ったところで普通の人たちってあれが正解なんですよ。じゃあ逆にこの人の口から矛盾を言ったっていうことになると思うんですよね。最後に見せられた本当にそれこそユートピアみたいなみんなで助け合ってるその姿っていうのは自分の口からこう否定するようなその話を言ったんじゃないかなと思うんで、なのでこの人の主張にしっかりとした根拠を持たすためには最後だけではちょっと足りなかったんじゃないかなと僕は思いました。そして僕も実際の人間社会でこういうこと起きたらもう半分みたいなことになると思うんで、なのでああいうまあ理想ジョピア論的なことを言う人はあんまり好きじゃないんですよね。だけどそれを主張するんやったらっていうところでした。私正直その最後のシーン逆にいらんかったなって思う。最後のシーンがあることによって私はこの映画が何が言いたいか分からへんくなったから来なくてもよかったかなみたいな感じのスタンスになった。うんうん、久々やほんまにちょっと難しいもん。じゃあこの映画の点数をつけてみましょう。いや久々やうわぁ待て私の点数は久々すぎて、うん、私の点数は 3.3 点です。うん、私の点数は 3.7 点です。うん、映画としてすごく面白かったです。僕の点数は4点です。さあうんちゃん君のコンクリートユートピアの点数はせーの3.7。次回どんな映画見るか、まあ、分かんないですけど、やっぱりねこう韓国で話題になってるそう最新作とか早く見てくださいとかねいっぱい言われるんですけど、今回のようにね日本で見れるようになったのももう本当に1年以上経ってから見れるようになったりするんで。1年、そっか、そうそう、経ってたんや。そうなのでねもう分かりますけどもう少しねそこら辺はちょっとご了承いただければと思います。先月やっと日本でソウルの春もう公開したので、それもね、まあ、近々おちちサービスで見れるんじゃないかなと思いますんで、ぜひねそれも含めて次回の映画のレビューも楽しみてください。じゃあイボヨンさんヨギカジゴヨチョヒネンとタウヨンさんへそベッテルハゲスンニダ、はい、ハナドゥーセしてよー。あと印象に残ってるので言うと、序盤にねみんなで何かしらね万が一のために武器になるようなものを持って集まろうって言った時にバトルさんハンガーのねこの部分なるほどと思いましたね。不覚にも自分家やったら何やろうって考えちゃったもんねだからこの家やったらこの ポールとかねいっぱいあるやろ、銃がいっぱいある、まずね武器なるかな硬さはしっかりしてるから、ね、あまあまあそっか、遠がってるから殴りやすいし、ね、確かにナイフこうやってつけたらまあ銃剣になるしねガチの武器として